こんにちは、速稼塾の久保です。いや暑いですね、花嫁さん。毎日毎日暑いわけで、海に山に出かけてスカッとしたいですね。まあ、例の感染症があることを考えても、まあ、閉じこもってばかりではつまんないなと。だって我々はですね、まあ、人生に何かの目的を持ちたいわけなんですよ。もちろん目的がない期間があってもそれはそれで構わないんですけども、じゃあ人生かけて何をやろうかな、どういうふうにこの残り時間を過ごそうかなと思った時に、まあ、ビジネス一辺倒ってことはないと思うんですよ。いや、ビジネスが好きならいいんですよ。でも言ってみればお金稼ぎって何のためにするのと。お金稼ぎ自体っていうのはおそらく目的ではなくて手段っていう方が多いと思うんですよ。まあ、とにかくお金を稼ぐのが目的でそればっかりやってる。まあそれも悪くはないんですけども、まあ、私の場合はね、やっぱりお金を稼いで、時間的金銭的に、まあ、自由になって残りの人生を、まあ、自由に謳歌したいかなと。その自由の中身なんですけども、好きな人にいつでも会えることとか、自分の家族を心ゆくまで養うこととかね、それからお父さんお母さん身内の方にどれだけね、俺すごいことになったよって恩返しができるかな、それを見せつけることができるかなみたいなね、そんなこともあります。やっぱり心残りっていうのは人生のどんな時にでもあるんですけども、できれば一つでも減らしたいかなと思います。最高の人生の歩き方という映画が昔ありました。これはね、棺桶リストっていう別のタイトルもあったんですけども、末期がんの自動車修理工場の男と、それから大富豪の末期がんの、これまた同じような状況の男がたまたま病室が一緒になるんですよ。それで自分たちの残り時間が少ないことに気づいて、このままベッドの上で死んでいいのかなって話し合った時に、自動車修理工の方がですね、まあ、残りの時間でやることみたいな棺桶リストを書いたんですよ。それは自分が棺桶に入るまでにやるべきことを一覧にしたものなんですけども、それを大富豪の方が見てですね、これはいいじゃないか、これを全部やろうぜ、残り時間で金はたんまりあるんだって感じで、その二人の夢を二人で叶える残りの余命半年っていうストーリーだったと思いますけどね。で、一つ一つ夢を叶えて、そしてその途中では自分の人生に懺悔をする瞬間もあったりね、そして別れた人と和解したりとか、それから誤解がそこに生じたりとか、さまざまなストーリーがあるんですけども、まあ、最終的には2人はね、つい最近まで知らなかった者同士なのに、最後は唯一無二の親友のような最後を遂げるわけなんですよね。まあ、一人一人お亡くなりになっていくわけなんですけども、まあ、そこで感じたのはすごいなと思ったのはですね、やっぱり命をかけてやったこと、それがそういうふうな友情を結びつけたのかなと思うんですよ。さあそこでね、まあ、いろいろと前置きを長くしちゃいましたけども、私たちは、まあ、見せるのが仕事っていうところもあります。もちろんコツコツと仕事を積み上げていって、稼ぐためにはこんなことまでやらないといけないんだよと。YouTube の動画を一日中アップロードしてれば、もちろんね、それなりの成果は残せるけども、でも一つね、客観的に見たら、なんか仕事ばっかりできつくないですかと。俺たちは、これ視聴者さんですよ、視聴者さんがね、俺たちは確かにお金はもらいたいんだけども、一日中働いて生活費がやっと毎月、30万40万ぐらいだったら全く意味がないんだっていう風なね、見え方もあるんですよ。で、私は当初よく意識していたのが、最近はないですけども、まあパーティーに行ってね、お酒をかっくらったりとかね、それから旅に行って楽しんだりとか、いろんな人にお会いして、そこで一緒にイエーイとか言って写真を撮ったり、海水浴に行ったり、山登りをしたり、ドライブをしたり、レースに出たりとかね、ありとあらゆる喜び楽しみ、こういったものをすることを見せることによって、金を稼いだらこうなりますよっていうふうに見せ続けたんですよ。確かにそれは集客のためのプレゼンだったのかもしれません。でも片方ではね、仕事ばっかり詰め詰めのところを見せても夢がないなと思ったんですよ。ですんで、その間で揺れ動く私がいましたけども、それが大体ね、2015年までです。私自身お金の余裕がそんなになかった時です。まあ、お金から解放されて一気に時間ができた今のような状態になって、まあ、5年ほど経つんですけども、その時からは私の目の前で喜んでる人、笑ってる人、喜怒哀楽、ちょっと微笑ましいね、泣き顔とかね、そういったものをね、撮影してアップロードすることが多くなりました。私自身が楽しんでることとか、私自身が苦しんでるところとかね、全部がエンターテインメントなんですよ。で、これはもう完全に仕事でやってるわけでも何でもなくって、収入を当てにしてるわけでもなくってね、こんな場面を切り取りましたよっていうふうな自分の人生の記録のように残していったわけなんですよ。まあ、そうするとね、そういうのがやっぱり好きなファンっていうのがいるわけなんですよ。とりわけ家族ってものを大切にしてる人で、家族をね、大切にしきれなかった人が私の視聴者さんに増えてきて、そしてね、
速稼塾に入ってくださる方もいて、言ってみれば私の速稼塾の歴史が8年あるとしたら、前半のビジネスばっかりの前半の4年と後半の4年では全くね、参加している人の種類が変わってきたんですよね。どちらがいいということもないですけども、私の歩いているライフスタイルのその延長線上に見える景色、そして見える人、顔、こういったものが今速稼塾を作ってるんだなと思ったら、おそらく私の速稼塾の前半で参加した人の大半が今の私が過ごしている環境をあまりよく思わないんじゃないかなと思ったりするんですよね。というのが、ゴリゴリのビジネスとか詰め詰めの厳しいビジネスのカリキュラムとか商材が全然出てこないからなんですよ。確かに私はビジネスをしなくても良くなりましたけども、と同時に速稼塾に入ってビジネスを教わるってことがちょっとね、想像つかなくなっちゃったんではないかなと思うんですよ。まあ、毎週のように何かね、新しい商品をリリースしたりとか、プロダクトローンチの中身を解説したりとか、 Facebook の有効活用をそれこそね、毎月のように講義したり、そういったことをセミナーやって動画で流して、そしてメルマガに登録してもらってみたいなこのループをしてました。で、面談もすごく多かったんですよね。まあ、まさにね、その道の専門家として生きてきたわけなんですけども、まあ、ここ2017年からの後半ですけども、本当に私はね、自分のライフスタイル、家族を中心に発信をするようになったかなっていうところですね。私としては自然体だったんですけども、おそらくネットビジネスの専門家に出会いたい人は私の顔を見てもそうは思わないんじゃないかなと思うんですよ。私の発信をずっと見てる中でもしかしたらって感じるところあるかもしれませんけども、まあせいぜいね、 FX をやってる人ぐらいのものなのかなと思います。ただ私は今でもコンテンツメーカーでありますし、まあ、YouTube を量産している YouTube、まあ何ですかね、YouTuber と言っていいのかな、まあ、発信者でありますしね。それからセミナーも、まあ、シークレットですけども、やることは今でもあるんですよね。まあ、そうなってくると私は今はね、ビジネス全般の専門家と言えるのかなと自己評価してるんですよね。ただやっぱり今リアルタイムでビジネスをやってない面があります。自然ににじみ出たビジネスで売り上げが上がることは結構あるんですけども、さあこれからの自分自身のね、進め方っていうのはどういうふうに整理しようかなと思った時に、やっぱり一つどうしても譲れないものがあって、それはですね、まあ、こういった花井ロマさんとも1年以上やってますけども、今は、ね、小野田さんとも始まったんですよ。こういった会話のキャッチボールをすることによって、私の脳の中をどん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 ね、露出していこうかなと思うわけなんですよね。そしてそこにこんな意見があるよ、こんな考えですよっていうふうに、まあ、横やりっていうかね、いろんな方に途中から参加してきてもらいたいな、コメント欄とかメッセージとかでね、そういうふうにしていくと、なんか自然にコミュニティってものができていくんではなかろうかと思ってるところなんですよ。まあ、私の思いをね、つらつらと申し上げたんですけども、前回ね、専門職は最強という形で、花井ロマさん動画のタイトルをつけてくださいました。まあ、専門分野に特化した人が生き残るのは昔からあったことなんですけども、これからもおそらくそうでしょう。でも専門分野っていうのは一つではダメだよってことなんですよ。まず一番最初は1個でいいんですけども、その1つの専門分野ができたら、次はね、2つ目、3つ目、4つ目って増やしていかないと、やっぱこう、その専門分野がいつも役に立つとは限らないですし、自分がいつもそれについてね、何か提供できるとも限らないんで、やっぱり増やしていかないといけないんだろうなと思います。それと同時に自分の人生をね、しっかりと楽しむところを見せていかないと、ビジネスばっかりで時間が過ぎてしまうっていうのも、やっぱりね、魅力的には感じられないんで、私もこれからね、楽しいところをどんどんね、出していこうと思います。もうすでにかなり出してますけども、家族という自分の宝と過ごしている時間とか、そこにかかるコストとか、どんなものを通販で買ったのかってこともそうかもしれませんけども、やっぱりね、自由ってのは、その自分の生活スタイルが、まあ、主にこう収益活動外になっていくってことなのかなと思うんですよ。まあ、ビジネスをやってる時っていうのは、朝起きた時からビジネスのことを考えて、夜寝るまでビジネスのことを考えてたみたいな感じで、とにかく何かの仕入れをしたりとかね、販売目的で何かをやったりとかってあったんですけど、今は何にもないんですよね。ただ普通に生きてきて、思いついたままに行動して、思いつかなければそのままほっといて、何もやることないなと思ったら本を読んだり漫画を読んだりとかしてね、若い頃にできなかったことを取り戻してみたいな感じかなと思うんですよね。さあ、それでは今回の動画をちょっとまとめますけども、2つですね。専門業っていうのは1個ではダメで、どんどん増やしていくべきだと。で、結局マルチタスクの専門家になっていかなければ、なかなかビジネスっていうのはね、行き詰まりがあるんではないかなと思いますよね。そして2つ目なんですけども、レジャーを十分楽しんでる姿を見せなくてはいけないかなと思うんですよ。特にこの夏の期間をね、自分が自由に稼いでるというふうに本当に言えるのだったら、やっぱ憧れてもらわないといけない、多くの人に夢を持ってもらわないといけないと。確かに何々さんは稼いでるみたいだけども、一人で稼いでるけどすごいよねと。だけども
なんか見てみたらビジネスのことで365日終わってるじゃないかみたいなね。やっぱり夏場ぐらいは海に行くんでしょ、バーベキューしてるんでしょとかね、独特の楽しみ方で何があるんですかみたいなね、そういうところに多くの人は自分の人生を重ねてると思うんですけども、いつまでたってもそのレジャーが出てこない人のコンテンツっていうのはどうなんだろう、苦しいんじゃないかなと思うんですよね。こういうことを自分もしなくちゃいけないのかと思ったら途端に面白くなくなるんで、もう私はねやっぱり適度に自分のビジネスをレジャーに転換することとかね、しかも誰にでも分かりやすい形です。まあそういうふうに、ライフスタイルをねエンジョイしてる姿を見せていくこともカリキュラムコンテンツの一つなのかなと思うわけなんですね。さあそれで花井龍馬さんなんですけども、ここからねちょっと問いかけになりますが、特に何かを強制することはないんですけども、いやこの夏のレジャーってどうですかね、何かもうされましたかね、それともこれからの予定はあるでしょうか。まあ、私ははっきり言って家族と過ごすことが全部レジャーなんで、まあ、昨日はね車がセルシオが入ってきてついに、まあトランザムとベルファイアとそれから今回のセルシオ、ね、この3台持ちになってしまいました。まあ、正確に言うと軽自動車もあるので4台持ちなんですけども、あでも十分いけるなってことと、結構ねお金かかるようで、まあ、かかるけどそんなにやばいぐらいかかんないなって気が今してるんですよね。まあ、これは支払い方にもよるんですけども、まあ、私の場合は法人をうまく使ってるんでこれができるってことなんですけども、個人所有の車は1台もないですからねまあでも一人会社をやってるんで、まあその辺はうまいことなってるなと思いますけどね。まあ私は車を買うのがレジャーっていうところもあるんですよ。乗るのよりも買って所有する喜びってのがあって、乗らなくてもいいみたいなね、だから車庫に入れっぱなしなんですけども結構楽しいんですよね。なんか言ってみればそのアイドルの DVD とかをコレクションして、まああんまり見ないみたいな感じですよね。本棚にガーッと詰めておいてね、まあいろんな楽しみ方がある中でこの夏のレジャーはいかがでしょうか。花山さん、それでは本日は以上です。